こんにちは、サルケルです。はい、ということで皆さん、今回の、動画なんですけれども、サムネイルにね、あった通りちょっと重大発表していきたいと思います。まあね、サルケルチャンネルは2013年の、3月ですかから、開設しまして、まあなので今、まあ、7年目になるわけですよ。7年と、まあ、半年過ぎたぐらいかなって感じなんですけれども、まあそのぐらい結構長くやってきて、まあいろいろ、まあ、悩んだ時期とかもありましてね、今までやってきたんですけれども、なんとこの度スタルケルの新しいグッズが出ます。はい、ということでね、皆さんちょっとドキドキしたんじゃないですか。すいません、なんかこんな、ね、やり方をしてしまって、騙そうとかね思ってはないんですけど、このぐらいしないと多分みんな見ないだろうなと思って、すいません、こういうやり方をしてしまいました。はい、ということで、まあま、何のグッズなのかっていうと、ちょっとここに入っております。はい、なのでちょっと見ていきましょう。スタルケル初ですよ、初公式グッズ、こちらになります。はい、これかわいいね、めちゃくちゃかわいいね。はい、これですよ皆さん。はい、スタルケルのアクキー出まーす。はい、ということで、もう何日か前から結構その動画、 YouTube ってそのグッズを動画の下に一覧で出せたりとかする機能があるんですよ。それでもう知ってるよって方いるかもしれませんが、今回、スタルケルチャンネル20万人を記念しまして、このスタルケル、僕です、これ僕の顔です。はい、僕がこの20万人メガネをねかけてるっていうイラストなんですけど、はい、このアクキーを発売します。はい、まあ、ということで、これどこで発売するのかというと、すずりです。はい、すずりね、知ってる方いるかもしれないんですけど、すずりっていうグッズ販売サイトみたいなのがあるんですけど、それがなんか無在庫販売ができるんですよ。それな、どういうことかっていうと、まあ、ほんと簡単に説明すると、普通グッズって自分でグッズを例えば100個とか受注して、その分、まあ、100個で、まあ、例えば1万円とか払ってそれを100個もらうじゃないですか。それが在庫になって、それを買った人にこう発送していくっていうシステムじゃないですか。じゃなくて、すずりっていうのはその在庫を抱えなくても、在庫なしでもう一人一人にすずりがもう一個一個作るんですよ。でそれを送ってくれるっていう、だから僕は何もしなくてもいいっていう、まあ販売する側からしたら使いやすいっていう。だからすずりがなかったらそもそもグッズ販売展開してないよっていう人もいると思うんですけど、そういう、まあ、メリットがあるわけなんですけど、まあそういうサイトです。はい、で、すずりは会員登録とかなしでも使えるのでね、よかったらこれを機会に皆さんすずりでお買い物してみてください。はい、でまあその無在庫販売、まあ一応デメリットもありまして、1点1点作るので、その分お金がかかっちゃうっていう、コストがねかかっちゃうっていうので、グッズ一個一個の値段はちょっと高くなっちゃうんですけど、まあしょうがないよね、っていう、そこはちょっとすいません。でもその代わり、僕はこのすずりって取り分っていうのがもらえ設定できるんですよ。それ取り分って何かっていうと、例えばこのグッズ1個売れたらこう何円僕のところに懐に入るかみたいな、お金を設定できるんですよ。100、0円から、まあ、何千円かみたいに設定できるんですけど、有名な人とかはもう普通にね、何百円とかさ、1個売れたら何百円とか何千円とかにしてると思うんですけど、僕は今回このアクリルキーホルダー、なんと0円にしてます。僕にお金一切入りません、売れたとしても。はい、っていう、なのでこれなんで0円にしたかっていうと、その僕に別に入んなくてもいいから、
できるだけ多くの人に受け取ってほしいっていう思いで0円にしました。はい、なのでちょっと他のね、グッズ出してる人とかよりかはちょっとすずりの中で言うとね、買いやすいお値段になってるんじゃないかなと思います。それでもちょっと高いかもしれないけど、はい。で、今2種類ありまして、はい、こっち、これが、50mm×50mm、 まあ、5センチ幅のやつ、ちっちゃいやつですね。はい、これが、999円になっております。これにさ、取り分100円とかにしちゃうともう1000円超えるんですよ。ただ0円なのでこれ1000円超えてません。これすごい、はい、これすごいですよ。で、もう一個ね、もちろんもう一個の値段、ちょっとすいません、今確認しますけど、これが7センチなんですよ。これ結構ちょうどいいぐらいかもしれない、サイズ的には7センチの、はい。で、これの値段が、まあ、これももちろん取り分なしなんですけれども、70センチかける1210円だ、1210円。なのでこれにまあだいたい200円ちょっと追加するとこのでっかいのになるよっていう感じになってます。はい、っていう感じで、ちなみにこれ20万人記念のグッズなので期間限定です。はい、どの期間なのかっていうと、僕が登録者、チャンネル登録者30万人いったら販売終了します、これは、っていう期間限定の商品になってるので、皆さんぜひこれを機にね、買ってみてください。はい、ね、結構迷ったんですよね、グッズ出すのね。僕にファンっているのかなってマジでですよ、マジで思ってて、チャンネル登録者は20万人いるけど、その20万人が20万人ファンじゃないんじゃないかなって僕はちょっと思ってまして、結構ちょっとまああれ、ネガティブな発言になっちゃいますけどね。で、無料の動画なら見るけど、そんな有料のグッズなんて買いませんよっていう人ほとんどだと思います。僕もね、チャンネル登録してる YouTuber さんのグッズねとかあんま買ったことないです。はい、なので、でも本当に応援したいよっていう、スタルケルさんのグッズちょっと買ってみたいよっていう人もしいましたら、ぜひこれを機会に買ってみてください。はい、本当にグッズ出すのね、あんまないと思うんで、うん、まあ、今後いろいろグッズは出していこうと思いますけど、これ本当初グッズで期間限定になってます。で、僕のね、月のチャンネル登録者数は何人だったかな、月今だいたい6000から7000人増えてます、月にチャンネル登録者数が。なのでこの調子でいくと1年持たないかもしれないです。はい、30万人いくまで、今22万3000人なので、はい、なので結構早くね、この販売終了してしまうかもしれませんので、皆さん本当に皆さん買ってください。本当に買ってください。このそう、例えば僕がね、いつも使ってるリュックがあるんですけど、例えばリュックのこういうさ、チャックのここ、あ、チャックって言わないんだ、ジッパーですか、ファスナーですか、ここあるじゃないですか、ここにこうやってつけておくことができます。はい、こうやってね、はい、こんな感じで、ほら、え、かわいい、めっちゃかわいいよ、ほらね、かわいいよね、みんなかわいいってコメントしてね、これ悲しいから、コメント一件もなかったら悲しいからさ。はい、まあ、っていう感じで、でですよ皆さん、じゃあこれ、このイラストどなたが描いたんですかって話になるんですけど、ただのレンさんという方に描いていただきました。というか、僕一応ファンアートタグあるんですよ、 X の。うん、あんまりみんなやってないと思うけど、知らない、初耳ですっていう、そもそもファンアートタグって何ですかっていう人もいるかもしれないですけど、ハッシュタグで漢字でカエル絵って書いて、
僕のファンアートを X に投稿するっていうやつです。はい、そのタグがあるんですけど、それでレンさんが結構僕のそのね、カエル絵のさ、カバズ絵だったかな、ちょっと自分で決めて覚えてないんですけど、それを使ってくれてて、ファンアートタグで、その中で20万人が僕が行った時にこれ、このイラストを描いてくれてたんですよ。だから僕が別に依頼したわけじゃなくて、ファンアートタグから僕がもう勝手に作りました、グッズ。はい、まあ、ちゃんとあれですよ、DM で言いましたけどね、ちゃんとこれグッズにしていいですかと。で、使用料とかもこの払いますって言ったんですけど、レンさん、いやいやいいですよと、グッズ になるの嬉しいですと言って、使用料とかもなしにしてくれているので、本当なのでレンさんのこの使用料もなし、僕の取り分もなしなので、もう皆さん何のね、なんていうのかな、もうみんなの善意でできてるわけですよ、このグッズって。で、なので本当皆さんこの気持ちを受け取ってください、ぜひね。で、さ、カバンにつけたりとかリュックにつけたりとか、ね、どこでもいいですよ。部屋に飾ったりもいいし、ね、ね、なんかそういうことに使えますので。で、例えばさ、学校とか保育園幼稚園行ってる人とかだったら、カバンにつけて、え、それ誰、それ何のアクキーってなるじゃないですか。そこで、え、スタルケルさんっていうおもちゃを紹介してる YouTuber さんだよって言って、え、誰それって絶対なると思うんで、そこから、いやいや、こういうさ、おもちゃをいろいろ紹介して面白いんだよって言って、こう布教していただけるとね、嬉しいです。そこからね、何か会話が生まれたりとかね、するかもしれないですから、はい、その会話の種にもなるかもしれませんよ。はい、って感じかな。うん、ね、あと、もしかしたらさ、街でさ、これをつけてて、え、あの人スタルケルさんのファンなんだみたいな世界に今後もしかしたらなるかもしれない、なってほしい、はい、っていう願望も込めて、はい、アクキーです。はい、ということでね、そう、このね、すずりはね、購入したら僕に連絡来ます。その住所とか、ね、名前とかは来ないですよ、個人情報とかは。その購入されましたよっていう連絡が来ます。なので、あ、誰か買ってくれたんだなっていうのが分かるんですよ。なので皆さん、そのぜひ僕のこう応援すると思って、ぜひちょっとお願いします。これの売れ行きがもし良ければどんどんグッズね、展開していくかもしれませんので。あと皆さんも何か欲しいグッズとかあったら教えてください。スタルケル缶バッジで板場作りたいとか、もう何でもいいのでね、うん、T シャツとか欲しいですとかね、ね、何でもいいのでお願いします。はい、って感じかな。あと、そう、もし購入された方いたら、 X とかで、なんか、まあハッシュタグ、まあ、つけてもつけなくてもいいんですけど、スタルケルアクキー買いましたとかってポストしていただけると絶対に反応しますので、僕絶対に何かしらする、引用リツイートかリツイートかリプライか絶対にしますんで、なかなかね、 X で僕のことつぶやいてる人いないですよね、いない、うん、本当にね。で、 X のフォロワー僕今6000人ぐらいなんですよ、実は。皆さんね、チャンネル登録者20万人で X6000 人、すごい差があるじゃないですか。これどういうことかっていうと、僕をそこまでね、 X まで追って確認したいっていう人がやっぱいないと思うんですよね。っていうのもあって、あんまファンの人ってね、結構少ないんじゃないかな、僕のファンの人って結構少ないんじゃないかなって思ってますけど、その少ないファンの方々に向けたグッズになってますので、よかったら本当にね、これめっちゃ可愛いので、ほら、めっちゃ可愛いんでね、うん、ね、ぜひ皆さんこれお願いします。はい、これです、これ、はい、これですよ、めっちゃ可愛いでしょ、はい、これぜひお願いします。はい、
まあという感じでしょうか。はい、結構長い時間ね話してしまいましたけれども、はい、あの本当僕の全ての今気持ちをぶつけましたので、あとは皆さんの行動にかかっております。全然買わなくてもいいですよ、その無理強いはしませんので、はい、買ってくれたら嬉しいなって感じですので、はい、なので皆さんぜひね、はい、このスタルキュラークキーね買ってみてください。はい、ということで、今回の動画ね以上になります。はい、よかったらチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォロー、あとチャンネルメンバーシップやっております。チャンネルメンバーシップでは限定動画、メンバーシップの人しか見れない限定動画とか、あとメンバーシップ限定スタンプね、コメントで使えるスタンプとか、なんかまあいろいろ特典ありますので、よかったら見てみてください。はい、ということで以上スタルキュルでした。